6月22日水曜日午後5時5分の日本海は、そよ風程度というよりはややしっかりした温床が正面から吹いてくるので、カメラの部分程度追ってますが、外すとこんな感じです。温床の割にはうねりは入ってないですね。朝よりは入ってます。こちらも正面からそよ風程度の温床が吹いてくるので、一応カメラのマイク部分程度追っています。朝に比べればうねりは入ってますね。カメラのマイク部分から手を外すとこんな感じです。朝に比べれば随分うねりが強くなって、そのせいでかゴミがいっぱい打ち上げられてますね。ちょっとあの水筒みたいなやつは拾っとこうかな。あれが海に戻っていったら嫌だな。はい、2回に分けて拾いましたけど、ちょっと拾ったらこれだけ集まりました。気温は28度ぐらいです。風はややしっかりと強めの温床が吹いています。このまま吹いて波を上げてくれないかな。明日どうですかね。